まあ、それまでたくさんチャンスがあって、なんか、決めきることができなかったんですけど、まあ、あれだけゴール前でフリーになることができたら、まあ、落ち着いて、あとは相手の手を合わせて、流し込むだけだったので、まあ、あの状況を作り出して、勝ち上げてきました。そして、チームの下はこれで3回目のクライマックス選手進出となります。このあたりについてはいかがですか？まあ、本当に、こんなことで次のステージに進めることは嬉しいことですし、まあ、やっぱり次のステージもしっかり勝てるように、それに向かって演技したので。プロ1年目の水田選手にとっては、このルヴァンカップという舞台はどんな舞台ですか？まあ、自分がチャンス